大規模なデモはアジア市場に影響を与えました。アジアで一番下落したのは香港ハンセン指数でおよそ 1.7% 下がりました。上海総合指数は 0.56% 下がり、東京やシンガポール市場も下落しました。ムンバイやソウルも下落しています。香港市場では金融株やハイテク株が下落しました。抗議デモの現場に近いために支店の営業を中止した銀行もありますし、 HSBC のようにこの日をフレックスタイムの勤務にした銀行もあります。また銀行間取引レートが上昇したことも株安の一因となりました。香港市場に上場しているテンセントも影響を受け、一時は 2.5% 安となりました。条例の改正に反対して何百もの企業が休業しました。警察はゴム弾や催涙ガスを使い、立法会の敷地に入ろうとするデモ隊を排除しようとしました。当局は今回の抗議行動は暴動と判断しています。投資家は条例の改正で海外の企業が中国の司法制度で裁かれることになると恐れており、世界の金融の中心の一つとされる香港の立場が揺らぐのではと懸念しています。カーネギーエンダウメント国際平和研究所の高育選氏にこういった懸念は的を得ているのか聞いてみました。欧米と中国本土を結び金融サービスを提供している香港にとってこういった政治的な混乱はもちろんマイナスになります。2つポイントがあると思います。1つはこういった混乱は信頼の欠如を表しているということです。中国本土のシステムに対する不信です。もう1つは特殊な問題点があるということです。大国間にはこういった容疑者引き渡しの協定があります。ではなぜ今回の条例がこれほど香港で問題になっているのかということです。香港の実業家は何十年も前から中国本土でビジネスをしてきました。そして昔の取引の多くはしっかりとした法の支配がない状況で進められ、今なら違法とされるような取引も行われていました。香港の実業家は過去の取引を理由に訴追されるかもしれないと恐れています。実業家たちは当時は何が許されているのかはっきりと示されていなかったのに、昔のことで裁判にかけられるのは不公平だと思っています。一つできることは過去の行動を根拠に身柄の引き渡しが行われるかどうかを明確にすることです。中国本土の例を見ると、著名な実業家が何年も前にしたことを理由に裁判にかけられています。そういうことを香港の実業家は心配しているのです。ですからどこまで遡るか期限をはっきりすることが重要だと思います。そして政治的な行動が引き渡しにつながるのか、また誰が政治的な行動かどうか判断するのかを明確にすることも